Hey, what's up? キャプテン・トラジョーです。敵視漏れたらブラックリスト入れます。とあるタンクの悩み。質問相談いただいてるんで読み上げます。トラジョーさん、こんにちは。先日、レベリングした時にヒーラーとトラブルになり、タンクのバフ回しについて質問させてください。先日、ハイレベリングでシルクスツイニングにあたり、挨拶をしてから行こうとしたら、ヒーラーの白間に、敵視漏れたらブラリス入れます。と言われました。え?となり、不穏な雰囲気になりましたが、止まって聞き返すと他の方の迷惑になると思い、そのまま進みました。敵視漏らさないでというものもあり、まとめる時も2回範囲を当ててからまとめて敵視を漏らさないようにしていましたが、1ボス前でバフ回し悪すぎます、ランパードだけじゃ役不足なので他のも使ってくださいと注意を受けました。一応リプライザルやアムレンは使っていましたが、常にではなかったので、ごめんなさい、リプライザルとか忘れずに使うようにしますと話したら、私タンクメインなので何使ってるか分かりますからとだけ話して先に行ってしまいました。その後も雰囲気は悪いままで終わって解散になると思ったら、まとめる時他も使ってって言いましたよね、アムレンじゃなくてコランダム使ってください、ランパードやネビラ単体とかやる気ありますか、オーロラ以外でバフは常に2つ回してください、それだけを言うとヒーラーは抜けてしまいました。残った DPS より別にスキル回しは悪くなかったから大丈夫、気にしない方がいいよ、むしろあのヒーラー回復してくれなかったと言われましたが、私の中ではずっと引っかかっています。そこでトラジオさんに相談です。私はまとめ進行時に2つのバフを使うと後が苦しくなると思い、基本はバフプラスリプライザルやアムレン、オーロラでやってきましたが、常に2種類使った方がいいんでしょうか、長い上に儚い内容ですいません、初歩的な質問で恥ずかしいんですが、ご意見をお聞かせください。はい、ということで今回の話、要約すると 80ID のシルクスツイニングでの話で、質問主はこのバフの内容を見る限りはガンブレイカーで参加していたと、最初にヒーラーから一言、敵視を漏れたらブラリス入れますと、えっと思ってそれに疑問に思いつつ進行していったと。でその後、防御バフちゃんと使ってねという風に指摘を受けて、最後さらに追い打ちの指摘を受けたと。で DPS の話を聞く限りはヒーラーの回復薄かったよねって話があって、この方の悩みがまとめ時に2つのバフは使うべきかっていうことなんですけど、結論から言うと残念ながら防御バフは2つ使うべき、まあ、これは高レベルか低レベルかによって違うんですけども、レベル80なら単バフといって非常に強力な効果のある防御バフがあるから、むしろその単バフを基準に優先的に使って他の防御バフと組み合わせて使っていった方が硬くなれることは間違いない。多分ね、レベル80ならまだハートオブストーンという名前のアビリティがあると思うんやけど、一応ヒーラーの言いたいことを優しい言い方にすると、単バフ使った方が軽減力高くてヒーラーの負担減るから、まあ、その分攻撃に手を回せて殲滅力も上がるから、結果的に防御バフを使う数も減らせるかもしれないよってことを言いたかったんやとは思います。まあ、いずれにしてもこのヒーラーの言うこと自体は間違ってないと思うんですが、言い方とか伝え方には問題あるし、戦闘開幕してすぐに敵視漏れたらブラックリスト入れるなんてね、ちょっとあたおかなこと言ってる人はまともじゃないから、その人のことについて深く考えるだけ時間の無駄なんで、次どうしたらいいかっていうのを考えていきましょう。逆にプレイスタイルの強要で通報できるんじゃないのっていう話で、敵視漏れたらブラックリスト入れるってだけでも熱になるし、防御バフの使い方のアドバイスならまだしも高圧的な言い方になっちゃってるから、これね、利用規約の禁止行為の具体例にある文言に非常に似てるから、プレイスタイルの強要で通報できるレベルの話かなとは思います。とはいえですよ、実際問題単バフが使えてないから、そこは改善した方がいいことは確かなんで、今回は質問主の悩みに答えつつ、防御バフの使い方となぜこのような事象が起きてしまうのかっていうことについて触れていきましょう。まずは単バフを2つ使うメリットっていうことで、なぜ単バフを優先的に使うのか、ガンブレイカーならコランダム、暗黒ならブラックナイト、戦士なら原初の決起、ナイトならホーリーシェルトロンなどなど、まあ、レベル帯ではややばらつくけど、全ジョブ共通で短い効果時間しかないけど軽減力が高いってものがあって、さらにこの短い効果時間に一定以上のダメージを食らうとより効果を発揮するってものがあったりとか、防御カウンターとして使うことが多いです。多分質問主はこんな大事なものを後に取っといて緊急時に使うのがいいって思って後回しにしてるとは思うんやけど、ノンノンノン、この単バフの特徴は効果時間も短いけど再使用になるまでの時間も早いから、積極的に使うことで1回の戦闘でこう使用回数が増えてって、トータルの軽減力がめっちゃ大きくなるというわけ。
つまり雑魚戦でまとめたときは戦闘開幕時に使うことで、この戦闘中、まあ、2、3回は使えることになると思うんで、まあ、それだけダメージを大きく軽減できるということ。とはいえまとめてるときって雑魚の数が多いしダメージきついから、タンバフだけでは足りないから、そこでランパートの 20% 軽減か 30% 軽減のどっちかと組み合わせて回していくっていうのが基本的な流れ。リプライザルとかロールアビリティもいいんやけど、ロールアビリティはあくまでもジョブ固有の防御バフとかを使い切って何もなくなった時のつなぎとして使うようにすると OK。 仮に ID が始まって、最初のまとめ狩りのこう戦闘が始まって、タンバフとランパードを使ったとしましょう。すると次のまとめ狩りの戦闘用に 30% 軽減は残しておきたいってなると思うんですけど、まあ、そうなるとそれ以外の手持ちのアビリティを駆使していくと、仮にガンブレーカーならランパードが切れたらカモフラージュとかで、ダメージが痛いって感じるようならそこでリプライザルを足して軽減入れたりとかで、アムレンは敵をスローにして攻撃速度を遅らせるから、まあ、せっかくで防御バフを使ってても受けるダメージ量が減るんで、まあ、その分効果が薄れるから何もない時に使うっていうのがいいかもしれません。これに加えて開幕からね、最初タンバフを使ってたらこうリキャストが戻ってきてもう一回使えてつなげられるっていうのもあるから、とりあえずタンバフは優先して使うようにしてください。数学の時間です。逆にランパードとか、まあ、ネピュラみたいにこの 20% と 30% 軽減のこの2つの組み合わせっていうのはもう最悪で、一時的に軽減力は大きくなっても後がしんどくなるんで、ここは質問主の言う通り重ねて使わないのは正解。さらに補足やけど、同時に使うことで軽減力が損するっていう話もあったりして、この FF14 のダメージを軽減するための計算式っていうのが乗算って言われてて、20% と 30% を同時に使ったから 50% 軽減っていうわけじゃなくて、まあ、例えば 100% 受けるダメージに対して 20% オフということはかける 0.8 倍で、 30% なら 0.7 倍、つまり 100% に対して 0.7 かける 0.8 イコール 56% のダメージを受けるっていう風になって、つまりこれが 44% 軽減になってしまうから、総合的に見ると軽減力は損してるというわけ。まあ、そんなこともあるんですけども、まあ、あとはね、最近ねでかい雑魚とかがいてそいつのオートアタックが痛いとかもあるんで、可能ならまとめて落ち着いたところでローブローでスタンを入れるっていうのもありです。まあ、そうすればシンプルに攻撃を受けない時間が発生するんで、より硬くなれるし、アビリティも余ることはなくなってくると思うんで、指摘も受けづらくなるでしょう。で、こういう人と遭遇した時どうするのがいいのかっていうことを考えていくんですけど、まあ、変なこと言う人はね逆ブラックで OK だと思ってて、野良で遊んでるとねやっぱりね いろんな人いるからね、まあ、別に大体のことは起きても許容というか否定はしないんですけども、今回のように開幕してからねすぐに変なこと言う人はさすがに逆にブラックリスト入れるくらいでいいんじゃないかなと。まあ自分はそれでもブラックリスト入れることはほとんどないんですけども、正直今回の話のように出てくるような人はちょっとね自分は見たことがないからごくごく稀なケースやと思うし、まあそれと同様にこのチャンネルでもいろんな質問悩みとかいっぱいもらうけども、ほとんどが稀なケースの話やから、基本野良潜ってそんなことないよっていうのは改めて伝えておきたいっていうのと、まあ希少だからこそ対象に困るっていうのはあると思います。つまりなんかよくわかんないけどこっちが不快、迷惑だと感じるなら、まあ、向こうがブラックリストを入れてくるように逆にブラックリストもこっちから入れておくといいんじゃないかなと。でもね正直ね今回の相手もそうやけど、野良の人をブラックリスト入れてもまたコンテンツファインダーとかマッチング機能を利用する限りはまた野良でマッチングするから、野良でやる意味あんまりなさそうかなと思うんですよね。仮に高難易度行くんであればその時にねマッチングしないためにもっていうのは多少効果はありそうやけど、まあお互いパーティー募集主じゃなくてメンバー同士で参加した場合はね、偶然に一緒になるってことはどうしてもあるんですけどね。で今回の事例でなぜこのようなことを言ってしまうのかっていうふうにちょっと考えていくんですけども、まあ、今回の事例がそうなのかはわからないし別問題の話にはなるんやけど、こういった一つのジョブに対して高圧的に話してしまう人の特徴っていうのをねちょっと考えてみると、まあ、これはね自分の経験上の話やから狭い話にはなるんですが、少なくともそういう傾向になりやすい人っていうのがいて、それが一つのジョブだけ極めて遊んでる人、こういう人はそのジョブのことになるとこう熱くなりすぎて細かいところまで相手に伝えようとしたりとか、できない人にマウントを取るっていう傾向があります。と言っても、まあ、これは自分があくまでもね少しそういう風に感じたよって話なんですけど、まあ、例えばね召喚師だけをレベル上げました、高難易度とかも行きまくって召喚師を手と足のようにも動かせますと、ただ他のジョブはほとんど上げてませんって人は、召喚師の話になると熱くなるし、他の人ができてないっていうのを見ると、まあ、今回の質問のように
やや圧があったりとか、もしくは自慢げに話すっていう人がいて、やっぱりね、他のジョブを触らないと視野は広がらないし、他人の失敗を理解しづらいっていうのがあって、ついつい言っちゃうとか、まあ、他のことは何も言えないから結局一個のことしか見えなくなるっていうね、悪循環に陥ってるんじゃないかっていうのが自分の考え。とはいえ、それも一つのプレイスタイルといえばそうだろうし、否定もしないし自由やけど、まあ、自分の体感としてはそういう事例があったという話。霊式とか絶とかならわかるけど、これを野良の ID で求めること自体はちょっとナンセンスかなと。さらにこの流れを見て思うことがあって、それでも回復するのがヒーラーの仕事だと自分は思ってて、まあ、これはね、最近自分がヒーラーで遊ぶからね、ヒーラー視点での話にはなるんやけど、タンクがいかにできてなくてもそれを回復するのがヒーラーの仕事だとは思ってて、防御バフを使わないノーバフタンクとか、まあ、装備がやたらと弱いとか、なんでそんなもの装備してんのっていうタンクいるのはいます。とはいえ、どんなタンクが現れたとしても、そのコンテンツをクリアするまでがヒーラーの仕事だとは思ってて、でやっぱりね、ルレ回してるとそういう人はちょくちょく当たります。まあ、それでも相手ができてないからと相手を攻めるんじゃなくて、まずはそれでも回復する、で持ってるリソースを駆使して、なんならそれで攻撃もできそうなら火力も稼ぐ、そんなヒーラーがかっこいいんじゃないやろうかとは思いますよね。でそれら一連の流れをやることをやった上で最後にアドバイスする、これが最も説得力のあるアドバイスやと思ってて、まあ、今回の例はもしかしたらね、アドバイスのつもりで言ったかもしれないけども、何の説得力もないし、やっぱり圧があるから、ただ相手を不快にさせて何の解決にも導けないものになってしまったということじゃないかなと。まあ、とはいえですよ、野良で潜っててアドバイスをもらえること自体は実はありがたいことやと思ってて、他人とマッチングして、まあ、終わったらその場限りで解散するっていう人にわざわざアドバイスしようなんて思わないことの方が多いし、あまりにもできてないって人を見かけるのはたまにっていうレベルの話やから、そのたまにアドバイスをくれるっていうのはありがたいよっていう話。まあ、今回のは言い方の問題はあったけど、確かに単バフ使ってないのは正直タンクとしてやべえと思えるレベルの話なんで、今回のはその時は腹立ったかもしれないけども、後々役立つことに気づかされたって話になるから、ここは一つ今後に生かすために改善できるものは改善しましょう。まあ、こういったことを機会に改善した時って自分の中で思い出としても強く残るし、これで改善した場合、なんとなく単バフを使ってるって人よりも、なぜそれを使うのかを理解した状態で使うことになると思うんで、こういった機会に改善した人は必ず間違いなく強くなれるから自信を持っていきましょう。で最近こういったケースの悩みね、ちょくちょくもらうんですけども、このような稀なケースに遭遇した時って対処に困るよねっていう話で、確かに稀やけどよく聞く話でもあって、これはなぜなのかって考えた時に、稀だからっていうのはね、もちろんあるけども、利用規約に関する知識の差だと思うことはあって、まあ、自分のように動画を作る上でちょくちょく利用規約を見るようにしてると、頭の中にね、こう多少入って残るから、実際に現場でそういうことが起きた時にどうしたらいいかってある程度対処方法が思いつくけど、多くの人は普段からそこまでね、細かく深く利用規約を読んでるって人は少ないから、こういう時どうしたらいいのって対処に困るんやと思います。そもそもゲームを遊ぼうって時にそんなことが起きることを想定してゲームすることはまずないと思うんで、確かにびっくりはするかなと。なのでもしこういうことが起きた時に対処に困るかもって人は、暇な時間にでも利用規約の禁止行為の部分を読んでみたりとか、この動画を参考にしたり、まあ、他にもいろんな事例の動画を出してるんで、いろんな動画ぜひ参考にしてください。まあ、あとはね、ネットで調べたらね、こんなことがあってジムに報告したらこんな対応がありましたみたいな公開してる人もいたりするんで、まあ、そういうのも調べてみるといいんじゃないかなとは思います。はい、ということで今回以上になります。ご視聴ありがとうございました。ようそろー。